こんにちは。飛びたジョーです。今日の心に火を灯す言葉はこちらです。あれになろう、これになろうと焦るより、富士のように黙って自分を動かないものに作り上げろ。世間にこびずに世間から憧れるようになれば、自然と自分の値打ちは世の人が決めてくれる。あれになろう、これになろうと焦るより、富士のように黙って自分を動かないものに作り上げろ。 世間に媚びずに世間から仰がれるようになれば自然と自分の値打ちは世の人が決めてくれる。これは江戸時代初期の剣術家、標法家二刀を用いる二点一流兵法の開祖宮本武蔵が吉川英治の小説「宮本武蔵」の中で語った言葉です。岩流島での佐々木小次郎との決闘は有名であり この決闘は後世演劇小説さまざまな映像作品の題材になっています。その他武蔵の著書には五輪の書が有名で日本以外にも翻訳され出版されているほか数多くの重要文化財指定の水墨画や工芸作品も残しています。この言葉はああなろうこうなろうと焦って自分という人間を作り上げてもいいものはできない。 富士山のようにどっしりと構えて大きなものになれば自然にその価値は人々から認められるものだと言っているのです世の中にこびてはだめでしっかりとした自分を作らなくてはいけないとも言っていますあれになろうこれになろうと焦るより富士のように黙って自分を動かないものに作り上げろ世間にこびずに 世間から仰がれるようになれば、自然と自分の値打ちは世の人が決めてくれる世間の評価を気にしながら行動することはやめ、自分が信じた正しい道を邁進し、富士山のような大きな存在になれたらいいですね